はい、じゃあここから、はい、4450、はい、5500と、これも悩むな、これ悩む重ねる方がいいかな、このこういう感じにしといて、はい、5900、よし、以上。そうそう、で、ちょっと注意点やねんけど、切ったやつ、切ったやつ、たぶん100が今多いねんけど、まあ、25年も切ったやつを、そうやな、重ねて10で切るんはいいんだけど、20で、20はやらない。よく言ってるのが、まあ、こういう、まあ、これから今ちょっと枚数どんどん増やしていくねんけど、5切りしました、10にしました、もう一回10しましたって言って、これをこうしちゃう、こうねんな。ほんなら、またこれ5切りからせなあかんねん。そうそうそう。うん、だから、まあ、5のままか10のままで置いといてほしいのと、あと1回切ったやつをなるべく重ねない。もう、うん。見やすく置いといてほしいんだよね。さっきみたいに言うと、44やったからこれで500って分かってたら、これをこうせんといてほしいんだよね。ほんなら何でかって言ったら、まあ、今練習やからこう、リラックスしてできてるからいいんだけど、本番やっぱテンパってるから、って、もう一回風直しやすいんだよ、ね。その時に分かりにくいねん、これ。これが何ぼか、うん。分からへんから。自分で、すぐ2回目見直した時に分かりやすくしといてほしい、ね、自分で、うん、これやったら1,2,3やねんけど4,0005,0、うん、これちょっととりあえず5単位の方がいいかな。例えばこれもそうやねん、 これが何個かって分かりにくいやろ。ほな自分の中で5で切るか、これ2やったらこうで切ってこうするか、うーん、ならこれが5って分かるから、うん、それを分かりやすくしといてほしいね。この緑がめっちゃあってめっちゃ並べたら何個か分からへんやん。分からへんか。ほんならこれを5で区切ってこうしたりとか、この5もここ開けといたら5が見やすいんやな。これを1,2,3,4,5って数えるんじゃなくて2と3なだけで見やすいやん、うん、チップの確認の時に2と3に分けるんと一緒で、この5にしても軽く開けとくが分かりやすいか、うん、やろ、うん、はい、見やすく見やすくしといてほしい、うん、よし、以上。